ただいまご紹介いただきました河野です。この4月1日まで総務幕僚長として勤務しておりました御におられる金原信勝官房副長官として一緒になって仕事をさせていただきました。で、今日はですね、こういうテーマですので、統合から離れまして、海上自衛官としてですね、元海上自衛官ということで、ちょっとこの私の所見を述べたいと思います。まずですね、ここにたくさん、自衛隊とはあまり関係のない方々たくさんおられると思いますので、海上自衛隊の成り立ちといいますか、そこからちょっとお話をさせていただきたいと思います。で昭和20年の8月15日に終戦となりました。それでその後ですね、陸海軍が解体の運命に向かって進むわけですけども、大体11月ぐらいまで海軍省陸軍省も残っておりました。20年ですね。それで昭和20年の11月に、いよいよ、陸海軍省がなくなる、陸海軍がなくなるということになって、で最後の海軍大臣というのは米内光政海軍大将で、今日同時通訳をされておられますので、私レジュメもこのスライドも何もありませんのでゆっくりさせてしゃべらせていただきます。で米内光政海軍大将が最後の海軍大臣でした。でその時に、ここでですね、一応海軍としての歴史は閉じるが、70数年の海軍としての歴史が閉じますが、海洋国家日本において海上防衛力というか、それは絶対に必要である。したがって、一回店じまいはするけども、今後のですね再建に向けて勉強検討は続けてもらいたいということを、当時の保科文務局長に言い残して、海軍省を、閉じることになったと。で最後、伝えられたことによりますと、海軍省の中庭で最後の軍艦マーチをみんなで涙がらに聞いて別れたということであります。でそれで、その後ですね、旧海軍の人たちを中心に、この米内大将の遺言に従ってメッセージに従ってですね、着々と研究を続けたわけです。それがY委員会という名称でですね、いろいろ部内、それから米海軍、特にバーク海軍大将というこれはその後アメリカ海軍のトップになった方ですけども、そういう方の絶大なる支援等を得てですね、着々と防衛力を再建に突き進んでいったわけであります。でその間ですね、海上自衛隊は要するに憲法9条との関連でなかなかできなかったわけですけども、しかし海上の治安は絶対維持して、密入国であるとか税関とかありますよね。これはもう検疫とか、これも絶対に、国としてやらないといかんので、海上保安庁は昭和23年に立ち上がったわけです。ただその海上保安庁の中にですね、航路警戒部というのができました。でこの航路警戒部って何をやるかというと、戦時中ですね、アメリカがバンバン機雷を日本国の周りに落としたわけです。でなおかつ日本側も防御として機雷を撒いたわけです。だってこの機雷を除去しないことには港に船が入れないので、要するに経済復興はできないと。ということで、この海上保安庁の中の航路警戒部の中にこの専門部隊を立ち上げました。したがってここにはそれらの技術を持った人イコール旧海軍の軍人さんがダッとここに海上保安庁の航路警戒部に集結をしたと。でこれがですね、延々と続きまして、安全宣言が出たの昭和20もう20終戦直後から始めてるんですけども、昭和33年と4年で十数年間やり続けたと。でこの間、これは皆さんあまりご存じないと思うんですけど、78名の犠牲者を出したわけです。その犠牲の上に、日本の経済復興がなったということですね。したがってこの航路警戒部、そして海上自衛隊を作ろうとしてた、旧海軍の人たちの研究の成果が実って、昭和27年に海上警備隊、これは警備隊というのを経て、昭和29年に海上自衛隊ができました。でそこでしたがって、この当初できた海上自衛隊はこの歴史を追っていますので、まずこの機雷掃海というものが非常に得意技として海上自衛隊は立ち上がった。でなおかつ専守防衛という非常に制約がかかりましたから、でなおかつ戦争中商船がガンガン攻撃をされて、日本の経済的ななんて言いますか、こう経済的に締め上げられて、まあ、最終的には日本がもうダメになったわけですけども、この反省に立って、この海上交通路の維持するには何が必要かということを、まあ、海上自衛隊として、研究して、これはやっぱ潜水艦をやっつけること、対潜戦と言いますけど、潜水艦をやっつけること、これは要するに専守防衛にぴったり合うということで、海上自衛隊はこの2つの10かを非常に力を入れて、まあ、建設をしてきたということであります。それで大平内閣の時です。昭和50年代にですね、1000マイルシーレーン防衛構想というのを立ち上げまして、でこの1000マイルシーレーン防衛構想に沿って海上自衛隊は防衛力を積み上げていこうと、こういうことなんですね。でこの1000マイルシーレーン防衛構想ってどういうことかっていうとですね、大体ガムあたりのまでなんですけども、東京から。でここを守れる力を日本独自で持ちましょうと。じゃあそこから先どうするんですかって話です。でシーレーンというのは、まあ、ご承知の通り、要するに、まあ、オイルレーンとするならば中東まで行ってるわけです。でこの先はどうするかということなんですが、でこれは要するにこういう陸続きしたわけです。ここまでは自分たちでやります、1000マイルまで。その先は友好国の人たちの努力に期待しますって話なんですよ。だからまあ理屈として全然成り立ってない構想だったんですが、もう要するに日本のまあ現状から言ってですね、それ以上の防衛力をもう持つことは基本的にできないので、まあ非常に他力本願なんですけども、そういうような構想を打ち立てて、まあ海上自衛隊として英雄としてまあ戦力を整備してきたと。しかしシーレーン防衛構想といっても本来のシーレーン防衛構想とは全く言えないような理屈でもってやってきたということです。で海上自衛隊今でもそうですけど、基本はですねこの海上交通路の保護と国土の防衛、この2つが主要な任務になってます。で国土の防衛については当時冷戦時代ですから、これは基本的な対ソ連でございます。例えば三階橋封鎖とかですね、そういったことで国土の防衛を担おうと、まあ、こういうような形でまあ進んでまいりました。でそれでガラッとですね、この海上自衛隊を取り巻く環境というのは、自衛隊を取り巻く環境が変わったのがですね、まあ、1991年の湾岸戦争の時であります。でその前にちょっと今ホルム海峡の問題が今提起されていると思いますけれども、この湾岸危機の前の1987年にもイラン・イラク戦争というのがありました。でこの時にですね、やっぱりこのホルムズ海峡の安全をどうするか、当時やっぱアメリカ海軍が相当なプレゼンスを置いてましたので、アメリカ海軍が大きな役割を担っておったんです、ホルムズ海峡の安全については。ところがですね、ホルムズ海峡の状況を見てみると、6割から7割、果ては8割ぐらいは日本関連船舶だと。でこれって日本は本当に何もやらないのかというのがアメリカ海軍が素朴な気持ちとして出たわけです。でこの安全保障法制が通りまして、限定的な、まあ、集団的自衛権が実ったわけですけども、まあ、ここにおられる金原さんの努力なんですけども、もうそれを強く言っておられたですね、のが岡崎久彦さんという、まあ、外務官僚の方で、まあ、私と金原さんがもその、まあ、教えをいただいた方なんですけども、やっぱその方のですね、集団的自衛権絶対に日本はやるべきだというその原点はこの逸話だったそうです。ホルムズ海峡に日本がいるアメリカ海軍からこの問題提起されたと。これはやっぱり日本は何とかしなくちゃいけないというのはもうこの原点なんですね。でそれで日本としても当時中曽根内閣でしたけど、まあ、海上保安庁を派遣しようか、それ掃海部隊、海上自衛隊の掃海部隊を派遣しようか等々いろいろと考えられたわけですけども、結局閣内の結論じゃなくて合意が取れず、結局は、まあ、お金で処理したんです。ロランという後方の装置をあそこに立てて、まあ、航行安全に寄与するという形で、まあ、要するにお金で処理したんです。でそれで、まあ、その時は進んだんですよね。でそれから4年後3年後1990年に湾岸危機があり、そしてこの時も、日本どうするかということになって、でまあ、最初のリアクションとしてはじゃあお金でみたいな話になったんですけども、ちょっと待ってとこの時はなったわけで、というのはその時はコアリッションという多国籍軍を組むと。でそれにはもう質素な国力のない国までですね、このやっぱり戦後の湾岸冷戦後のこの国際秩序はちゃんと維持しなきゃいけないという志を持った国々も参加しているにもかかわらず、お金なのかとこういう話になって、なかなか日本として苦しい立場に追い込まれました。で、自衛隊を派遣しないで日本国中議論になったんですけども、結局タイムアップで出せませんでした、実態的には。で今有名な人ですが130億ドル、1兆5000億とか6000億とか何千億、これを出したんですけども、まあ、国際社会では何ら評価されなかったと。でここはダメだぞというようになって、湾岸戦争が終わったということになったので、要するに、戦争に行くわけじゃないと。で捨てられてる機雷のお掃除に行きましょうということで掃海部隊が派遣をされました、1991年の4月に。でこの時もまあ派遣の大反対が日本国で起こりましたけども、まあ、掃海部隊が行って、まあ、34個の機雷をし、みんな戻ってきたと。でこれが突破口になって、自衛隊のいわゆる実任務を担いながら海外展開するという、まあ、歴史の1ページをこの掃海部隊が築いたわけです。でその後 PKO 法案が通り PKO に行く、それから9.11のインド洋オペレーション、もうこれはまさに私としてはもうこのインド洋オペレーション金字塔である、まさに金原さんと一緒になってこのインド洋オペレーションにまでたどり着いたわけですけども、でこれでもう要するに自衛隊の海外展開というのがまあ普通のことになったわけですよね。もうこれがだから今言った早々期の海上自衛隊をめぐる環境としては大きく変わったのがそれであります。でもう一つですね、大きく変わった今言った4つ言いますけど、1つがそれです。で2つはやっぱ中国海軍の進出なんですね。で中国というのは人民解放軍イコール陸軍ということでしたから、そういった中国については日本軍事的な観点からいけばソ連の脅威は日本は感じてたんですけど、中国の脅威って直接的には当時は冷戦時代は感じられませんでした。なぜならば向こうは陸軍国だから、海軍というのはまあ沿岸警備隊みたいなもんで全然日本に対する脅威とかなかったと。ところが1980年代後半、要するに冷戦終結後ダーッと特に海軍力が今ご承知のとおり中国がもう増強してきたと。でとなった時にやっぱり海洋を挟んで日中は位置してますから、ここで中国海軍の脅威を直接日本が受けるようになったと、接点ができたということですね。でなおかつ第一列島線第二列島線という話聞いたと思いますけども、これは、まあ、中国海軍が打ち出している戦略とされてますが、でそれはどういうことかというと、第一列島線というのは沖縄の諸島からずっとおりまして、フィリピンを巡りまして、そこからずっと南に行く線なんですけども、この内側は絶対に何人何人も入れないと、中国海軍を完全にコントロールするというのが今の彼らの戦略で、海洋戦略です。で残念なことに、この彼らが言っている第一列島線の内側っていうのは、まあ、具体的には東シナ海と南シナ海になりまして、で南シナ海今人工島を作ってどんどん軍事化してます。でこれは彼らの理屈からは当然の話で、絶対には南シナ海は宇宙民するということで、そのためにまあやっておると。でなお、この東シナ海は何かというと、台湾とそれから尖閣です。で、まあ、一部陸につながってますが、香港もそうかもしれません、彼の位置づけとしては。したがって、この尖閣については、今はもう日中の政治的な雪解けと言ってますけども、これ少なくとも私が現役にいる間、おそらく今もそうだと思いますけども、尖閣をめぐる軍事的な対峙というのは全然変わっていませんし、ある種、中国はもっと攻撃的に来ています。で、今、現時点でそうだと思います。で、今言った戦略から言って、必ず隙あらば尖閣は取りたいと思っているはずです。だからこっちは一歩も譲らない、まあ、こういう対峙になっているということですね。それと3つ目なんですけども、これ朝鮮半島なんですが、これも私、まあ、ちょっと呼ばれたらこれは私の個人的な見方ということで理解していただきたいんですけども、今世界で冷戦構造が残っているのは朝鮮半島だけなんですよね。だから今の北朝鮮というのはもともとソ連が作った国ですから、ソ連ががっちりグリップしてたから、まあ、38度線で韓国、アメリカが支援してたということで、こう38度線のラインで、まあ、がっぷり四つになってきたんですけども、これはもう実質冷戦終わってますから、ただどういうと、私の個人的な感覚からいくと、同一民族、同一言語ですから、当然ですよ、統一の方向に力学が働くのが自然の流れだろうと私は思います。冷戦の時の方が極めて不自然な形で対峙していたと。で今ムン・ジェイン政権、まあ、いろいろ日本と対立してますけども、まあ、あれほど北朝鮮に近づいた政権は今までなかったと思う。でこれは韓国内でもいろいろこう反発ありますけど、じゃあ流れとしてはそっちの方向に行くんじゃないかと。となると、まあ、連邦国家になるのか韓国主導になるのか北朝鮮は分かりませんけども、でも統一の方向に向かうとすれば、あそこに統一の朝鮮半島ができる、最悪核を持った朝鮮半島、朝鮮の統一国家ができるというふうになるわけです。となるとこれは、まあ、基本的に半島国家ですけど、まあ、大陸国家ということになると思います。だから中ロ朝鮮という大陸国家と、あと日米オーストラリア、まあ、インドとの海洋国家の対峙のラインが日本海あたりで引かれる可能性があると。なので我々今南シナ海、いや東シナ海に注目してますけども、今後は日本海にも目を向ける必要があると思っております。それともう一つは4番目の大きな環境の変化、安全保障法制です。これで集団的自衛権の行使が限定的ながらもできるようになったということと、今ですね私は集団的自衛権、要するにこれ存立危機地帯と言いますけども、これって基本的に有事の話ですから、まあ、今現実に有事じゃないので、目に見えないので、今アメリカ海軍からですね、ものすごく感謝をされてるのは、それとはもう一つ別のですね、アメリカの船、それから飛行機を自衛隊が守ることができるように今度の安全保障になりました。でこれは今平時でもやれますので、これはアメリカ海軍から本当にありがたい、日本は変わったという評価を受けております。このやっぱり4つがですね、今海上自衛隊が誕生した時から大きく変わったところであります。したがって今後の海上自衛隊の進むべき方向という話になるわけですけれども、まあ、一つはですね、さっき言った1000マイルシーレンボーイというですね、なんていうかこうなんか絵に描いたような文字というか、全然完結しない話ではなく、本当のシーレーン防衛ができるようになったということです。なぜならば今海賊対処で、ソマリア沖に行かしています、護衛艦と哨戒機を。その前には 9.11 の後はインド洋オペレーションということで、インド洋をもう補給オペレーションですけども、ずっと展開してました。で中東を拠点にして展開してましたということの経験を十分に積んでいると。でなおかつ今ジブチには拠点がありますから、今後は本当に実のある1000マイルまでは自分たちで守りますけど、それから以降はちょっと友好国の皆さんお願いねという話ではなく、根元までは日本はシーレーン防衛本当に今できる体制になったということです。それやらなくていかんということなので、こういう観点からホルムズ海峡の話もですね、聞かないと物事間違うと。でよくですね、ホルムズ海峡で今、ちょっと下火になってますけど、で今現時点で私も行く必要はないと思いますけども、本当にタンカーが危機的状況に陥ったときは、アメリカお願いしますっていう話はもう絶対通用しないと。それも日本は絶対やらなくてはいけない時代になり、できる時代になったということです。で、有志連合に、ということを打ち出すと、いやいや、入るべきではないとか、入らない方がいいと、またアメリカに巻き込まれると、こういう議論になりがちなんですけども、別に入らなくてもいいんですよ、入らなくてもいいけども、ものの考え方としては、日本のタンカーの安全を確保するために、有志連合が利用できるんであれば、利用すればいいわけです。だからそういう発想にならないと、だから海賊だって最初有志連合に入るのは単独でやってました。でその方がいいんだったら単独でもいいんですが、有志連合を利用した方が日本の単価を守るっていうんだったら利用するべきです。おそらく利用した方がいいはずなんです。指揮命令を受けるわけではおそらくないので、情報が共有できる、あるいは各国が例えばいやイギリスのだけ今手を挙げてるから日本の方で守ってくださいという調整もできるかもわかんないので、そういうやっぱ発想に立つべきだと思います。で、あと今後の海上自衛隊の2番目の、いわゆるシーレーン防衛、実は申し上げました。で、2番目のですね、いわゆる国土の防衛という話なんですけども、これはやっぱソ連を冷戦時代対象としてましたが、やっぱ今後はですね、やっぱ対中国という観点からやっぱ島しょ防衛なんですね。ここのところは今、陸上自衛隊に両用船部隊を作りましたから、これは今、陸海空の統合作戦として、今、いろんなことの訓練もやってます。だから海上自衛隊もですね、この島しょ防衛については、今後、絶対に力を入れる必要があると思います。あと、最後にですね、今までの海上自衛隊、要するに冷戦前の海上自衛隊の感覚から抜け落ちてたのが、プレゼンスという意味ことなんです。これも今言いましたように環境が大きく変わったというのは、今湾岸の前は海上自衛隊が海外に展開するというのは遠洋練習航海でフレンドシップで行くやつは OK でしたけども、任務を帯びていくということは基本的にタブーでした。なのでプレゼンスの向上なんていうことは当時の私もその時もうすでに海上自衛隊いましたけども、我々の感覚から抜け落ちております。アメリカはもう世界的なプレゼンスを維持するためにいろんなことをやってる。しかしもう環境が変わったので、これもやっぱり海上自衛隊としていろんなやり方でできるわけです。特にインド太平洋の時代になりましたから、ここはもうインド太平洋に関わらず、もう中東までも含めてこのプレゼンスの維持向上で、これに結果としてですね、各国との能力構築支援であるとか共同訓練であるとか、そういうのができるようになってきたわけです。で、さっき言いましたようにアメリカ海軍の船、飛行機を平時から守れるようになりましたので、私としては日米の、もうタスクフォースさえ編成できる環境になっていると思います。こういうことも捉え、ちょっと法的にいろいろ政治的なハードルあるとは思うんですよね。そういうことも考える必要があるんではないかと。で、なおかつこのプレゼンスの向上とインド太平洋という観点からいけばですね、やっぱこの日米豪印なんですよね。で、なぜこの日米豪印で ASEAN とか入ったんではないんですけど、これが中心になるべきかということなんですけど、まずこの4カ国は価値観をまず共有しているということですね。これも大きいのと、やっぱりこの地域における海軍力という観点からいけば、やっぱ4カ国がずば抜けてるわけです。だからこの4カ国がやっぱ ASEAN なり、ニュージーランドとかですね、そういったところはやっぱ引っ張っていく必要があるわけですね。それでこの地域の平和と安定に寄与するという形が、私は取るべき方向ではないかと思っております。20分あと7分ほどがありますので、あとはちょっと質疑応答でお願いしたい。花様ありがとうございました。この後は質問の時間とさせていただきます。今回は保守にて質問を承りますので、今の基調講演に対しまして何かご質問のある方は手を挙げてお示しいただければと思います。ございますでしょうか。お願いいたします。貴重なお話ありがとうございました。素人としてちょっとお伺いしたいんですが、先ほど河野様がお話しされた島しょ防衛についてなんですけれども、日本は多く島がいっぱいありますけれども、沖縄の方もそうですけれども、佐渡島の方とかいろんなとこもあると思うんですが、特に沖縄に関しては基地をもっと作るとか、そういうような発想っていうのは現役の時は考えておりませんでしたでしょうか。これは沖縄の基地の問題ですよね。で、これはですね、島しょ防衛という観点もありますが、島しょ防衛という観点からいけば、今、種子島、奄美大島、それから、石垣島、それと宮古島、これも自衛隊配備という、着々と進んでおります。で、もうすでにですね、沖縄にも陸海軍の基地あるんですね。ただですね、米軍のね、私もこれ進めるべきだと思うんですけども、米軍基地を、やっぱり基地問題が起きますよね。だからここを共同しようという話が前からあるんですよ。で、これはやっぱり自衛隊のですね、例えば本当に今、佐世保に療養者の部隊ありますけれども、それの一部のデタッチメントがいいですけども、沖縄に持ってくるという考え方もあると思うんですよね。だからその共同使用という観点は私は進めるべきだと。で、自衛隊と米軍が一緒の基地にいると、こういう形ですね。そしたら、まあ、ある面沖縄の基地問題解決の糸口にもなるんじゃないかと思ってありがとうございました。どなたかここにでは演じます。お話ありがとうございました。すいません、大変不勉強で恐縮なんですけれども、先ほどおっしゃっていた、シーレーン、特に中東のですね、ホルムズ海峡とか日本向けのタンカーを防衛するにあたって、集団的自衛権が必要だったというふうにおっしゃっていたように、思うんですけれども、そのなぜ個別的自衛権では対応できないのか、そこにその日本のタンカーを守るにあたって集団的自衛権が必要であるというロジックについて教えていただけますでしょうか。ちょっとそれちょっと混乱をきたしたかもしれません。で、私が申し上げたのは、そのイラン・イラクの時にその日本のタンカーがバンバンに748年もやんないのかというと、この延長として集団的自衛権という考えで言われた、その例として使われたんですけども、今言われてる通りね、今のホルムズ海峡で日本のタンカーを護衛するということであれば、これ集団的自衛権じゃなく個別的自衛権で十分できると思います。ちょっとそこはちょっと混乱しましたので、すみません、そこは。はい、わかりました。ありがとうございます。貴重なお話ありがとうございました。当初の防衛というふうにおっしゃったんですが、中国の漁船の問題について伺います。海上民兵ですね。かなりの数がいると言われております。それから漁船員自体がですね、普通民兵という形で普通の人間が民兵として使われているケースがあるんですが、対応をどのようにお考えかということを伺いたいと思います。まずですね、このやつにしたらですね、ちょっと私もう現役離れたので今年の状況はちょっと把握はしてないんですけど、私が現役時代は大体8月から9月にダーッと来ました漁船が。で、その中におそらく民兵も絶対入ってるはずなんですね。で、それについては我々としても危機感を持ちまして対応しまして、これは日米の連携で抑え込みました。だからとしてはですね、そういう海上民兵が尖閣に上がるという可能性というのはやっぱ捨てきれませんのでね、そこら辺はやっぱ当然考えて、ただこれ以降になるとちょっと私もおひきがあるので、これちょっと当然そういうことは想定して自衛隊が対応しているということだけは申し上げておきます。はい、その他、いや、最初に。すいません。航空自衛隊に関しては、主力戦闘機を北海道と沖縄に集中させていまして、沖縄の那覇基地に行きますと半日で56回スクランブルがあるような状態なんですよ。で、海上自衛隊的には将来的に大規模な基地を沖縄周辺に置くとか、そういうことはないんでしょうか。今のところはないですよね。で、さっき言いました共同使用というのはあるんですけど、で、新たにじゃ自衛隊の基地を沖縄に置くとなると、これまた大きないろんな問題もありますよね。だから今のところないんですけどもですよ、航空自衛隊が那覇に基地を置いてると、これはものすごく意味があるわけなんですよ。まだ遠すぎるぐらいガンガン中国来てますからね。で、それに対してスクランブルかけるわけですよ。で、特に尖閣との距離を考えると出遅れるぐらいなんですね、那覇から行くと。だからそこはじゃあ尖閣に基地を置くか、それまたちょっとまたいろいろあるので、だからもう絶対必要ですよね。で、海上自衛隊がね、沖縄に基地が必要かとこうなるとですね、これは海上自衛他の人たちの意見いろいろあると思うんですけど、私はどちらかというとですね、海軍というのは基本的に洋上展開しているというのは通常のスタイル、これがプレゼンスを維持するためであって、それが横須賀から出てこようが佐世保から出てこようが、それはあんまり問題は関係なくですね、だから常にだから尖閣周辺にプレゼンスを展開するのが海上兵力の特性ですので。あんまり基地を近くに置くとか置かないっていう航空自衛隊の感覚とはちょっと違うと思います。ありがとうございました。だんだんお時間も参りますので、あとお一方だけパスでは、はい、あ、すいません。今後日本海側の防衛も必要になるということを先ほどおっしゃられたんですが、私日本海側に住んでいるものなので、もし具体的な防衛の仕方を先ほど言われてました漁船とか、そういったものもやっぱり冬場になると、地元のニュースで漂流してきてしまったりとかっていうので、本庄沖ですかね、そちらの方、なんかも警察が対応したりもしていました。もしお話しいただけるのであればお話しいただけない私がここ指摘したのはですね、シーレーン防衛って非常に大事なので、私も含めて海上自衛官のシーレーン防衛という話になると大体太平洋を向くわけですよ。太平洋側の方で、太平洋側南シナ海、東シナ海、南シナ海でインドですよね。でね、わりあい日本海側っていうのはね、やっぱ忘れがちになっちゃうんですよね。それはやっぱ韓国がまだ日本側との友好国として位置づけられてるという環境もあったのかもしれないんですけど、今言ったようにひょっとしたらどっちかというと日本と対峙する統一地方選という国家ができたならば、やっぱり日本から最前線になりますよね。で終戦直後なんか李承晩大臣ってバンバン日本が打破されたんですよ。あの時は海上自衛隊で海上保安庁でね、あれだったんですけど。そういうね、やっぱり日本海をめぐるいろんなやっぱトラブルっていうのはこれが絶対起きると思います。だから第一義的には海上保安庁かもしれないけども、やっぱ防衛ラインっていうのはやっぱ今後考える必要が私はあると思いまして、それこそ今でもね、大和隊とかなんとかですよ。でしかもレーダー照射ってありましたよね。韓国がやられた、海上自衛隊やられましたけど、あれも日本海ですから。だからそういった面で今後やっぱ日本海の防衛っていうのは今までどちらかというと私は抜けてたような感じがするので、これからやる頭に入れないかなということで問題提起しております。ありがとうございます。ありがとうございました。まだまだおそらく質問があるかと思いますけども、お時間となりましたので、河野様によります基調講演はここで終了させていただきたいと思います。河野様、ありがとうございました。